挑戦者、反撃来なくて攻撃力アップ効くことがあるらしい。チェックしますね。ドーン。まあさすがにすぐにはね。やめてよ。開けちゃう。素直になって。略一刀。もう。まあこれが普通だね。はい。ストップ反撃。ノウ。そんな簡単にはね。おきゃ。来た、攻撃力アップ効いてる。オブソーズ。めっちゃいくでしょ。ドーン、50万。50万。え。挑戦者楽勝。っていうことができることがあるんで、今ここやったけど多分全挑戦者あるみたいだから、コマさんとかね、フユニャンとかもう全部あるらしいから、どうしても挑戦者勝てないっていう人はこの方法、ちょっと時間かかるけど全然ありと思います。オーケー。これでやってます。多分ガチ勢はみんなこれでやってるかなっていう感じはするかな。はい、不動魔ね。トリプルゼータの不動魔入れてやるっていう感じかな。行きましょう。技の、なんだ。演出が短いやつね、不動魔。すぐ技が終わるやつ。行きましょう。まだこれ完成はしてないんだけどね。まあ、いけるかな、多分。鉄槌切りで倒せるはず。オッケーみたいな感じで、不動魔を G じゃなくて、速攻倒すみたいな、やり方でやってるかな。ただ、今、ダメージ4万9000ぐらいだったでしょ。強い敵だと、5万ちょいぐらい敵の HP ある時あるんよ。強いやつだと。それだと、倒せないから、あれをやるしかないね。買うしかないんよ。攻撃力アップのやつを。はい。まだ買ってないんだけど、これを買えばもう完成かな。これまだ全然買ってなかったんだけど、これでもどこまで買えばいいんだろう。全部買うか全部買えばまあ完成かな。これ結構ワイポ吸い取られるやな、これ。うわあ、どんどん高くなるやん。まあ別に10まで買う必要はないと思うけど、まあ、多分5ぐらいでいい気もするけど、まあせっかくだから全部買うか。え、これ最後1000ぐらいいく、これ1000ぐらい。840。ああ、やばい。930。結構やられてんな。結構。やばい、これ、めっちゃいくやん。これ、4500ぐらいやられてる？これ、4500ぐらいやられてない？はい、これで攻撃力アップ10まで買ったから、ダメージが上がって、どんな敵でも、さっきのやり方で倒せるようになるかな、という感じかな。さっき4万ちょい。あ、4万8000、9000ぐらいだったでしょ。多分これ、さっきちょっと消したよね。これでいけば、多分5万は、5万はいくはず。ほら、5万4000でしょ。これでもう、どんな敵でも、不動の G じゃない技で倒せると。いった感じです。世界最速かな。はい、まだあんまやってないけど、トーナメントはこんな感じでやる予定でーす。オーケー。多分あれのことじゃないの。ミッションの、多分もうみんな終わってる可能性もあるけど、イベントの下の方だったかな、横取り挑戦1かな、これでしょ。お宝の横取りに1回チャレンジしよう。950ポイント。負けてもいいのか。負けてもいいからチャレンジすれば950ポイント今回もらえるよっていうやつですね。もうみんなもらったか。ダブルスキル選べるコイン、これ前もあったんやけど、今はどうなんだろう。あ、これ分かりやす、前買ったやつ分かりやす。そう、俺前3枚買って、ワイルドボーイとコマミンとニャーケビー、これ選んだんよ。もう今は正直何でもいいっちゃ何でもいいかもしれんな。強化したい、種族選んでいいまである。
俺どうする？どうしよっか。やっぱ関東ついく？関東ついっとく。もう別に俺誰でもいいわ。関東ついきまーす。これ回すやつだっけ？まあ別にあの好きなの好きなのでもいいかなと思いまーす。関東つ。スキルに回復する。これ限界突破も上がるよね。おお、ついに関東つが限界突破したぜ。オゲー。まあ迷って選べないっていう人は関東つにしようぜ。99連勝。あと1勝で100連勝。ちなみにさっきのやつね、ちょっとダメージ足んねえなっていう時は、こう他のプニをこうやって消して、で、コンボ数増やしてから、あの、不動雷鳴打つとダメージ結構上がる。ほら、5万9000でしょ。ちょっとポチポチってやってるとダメージ上がるからね。はい、そういうのもあると。いった感じでーす。オゲーってな感じで、まあもう100連勝は、まあ、言っちゃうと前と一緒だからね。あの、超必殺の秘伝書がもらえると。言っちゃった、先に。言っちゃった。超必殺の秘伝書がもらえると。いった感じでーす。横取りチケット落ちるかな。あー、落ちなかったわ。落ちなかったわ。はい、100連勝は超必殺ね。横取りチケットは、なんか、100回優勝して、まあ、3枚、4枚ぐらいらしい。ゲットできるのね。他の人の話を聞いてると。そのぐらいらしいです。はい。オゲー。やっぱこのメンバーが強えな、三国志は。三国志はこの陽戦、対抗棒、乗るか反るか。これが強いね。溜まってないけど。これが強いわ。にゃおっす。まあ、いけるでしょ。いけるでしょ。昨日やったな、これ。昨日やったな。まあ、いいや。おしまいだーとか言ってたもんね。うん、思い出したわ。おしまいだーっつってたもん。どうする？普通に行く？普通に行くか。で、30万ちょいぐらいだったよね。これでいけんじゃないの？これでいけんじゃないの？無理か。無理か。あぶねえ。あぶねえ。オゲイみたいな感じで、まあ一応特殊能力なしでもいけると。いった感じです。オゲイ。そろそろあれだね。三国志ウォッチとか。来そうじゃない？キャラも多いし、予想しとくわ。次回三国志ウォッチ登場だな。オッケーでーす。久しぶりに引いとくか。120円ガチャ直接買っていくスタイルね。直接買っていくスタイル。もう俺これラスト。もう今いいの出ないでしょ。でも一応チャンスだか。一応チャンスあるな。まあもう引くことはおそらくないでしょうね。